旧土壌公局帝国単位とは1824年にイギリスの土壌公法によって初めて定められ、それ以降、イギリス及び旧イギリス帝国で使用されている、または使用されていた単位系である。日本においてヤードポンド法と呼ばれているものの一種である。この単位系はイギリス帝国全域で公式に使用された。20世紀後半までには、 旧イギリス帝国のほとんどの国はメートル法に正式に移行した。しかし、イギリス、カナダなどいくつかの国で未だに帝国単位が使用されている。帝国単位は、それ以前のイギリス単位から発展したものである。そして、米国関与単位もイギリス単位から分かれたものである。当初、1824年の土壌広報が1825年5月1日に、 実施される予定だった。しかし、1825年の土量工法により、施行期日が1826年1月1日まで先送りになった。1824年法では、寛用的に使われていた明らかに帝国単位との対応の取れている、それ以前の単位についても使用を許容していた。1876年の長さの標準規約項については、 1824年法でも1825年法でも言及されていない。その当時、薬港はイングランド、ウェールズ、ベリックアポンツイードについてはロンドン医師会によってアイルランドについてはダブリン医師会によって管理されていた。スコットランドでは薬港はエディンバラ医師会によって非公式に管理されていた。三つの医師会は時々薬局型を発行しており、 ロンドンとダブリンの薬局型は法的拘束力があった。帝国薬工は帝国単位の20液量オンスのパイントに基づくもので、1836年のロンドン薬局型、1839年のエディンバラ薬局型、1850年のダブリン薬局型によって導入された。1858年の医療法により公式の薬局型を発行し、 薬効を管理する権利は国王に遺された。この節におけるメートル間産地は最新の公式定義によるものであり、外力値ではなく正確な値である。国際ヤード導入以前の帝国単位のヤードは約0.914398416メートルであった。1824年、イギリス帝国で使用中の様々な異なるガロンは廃止され、映画ロンに切り替えられた。 映画論は、エールガロンを元に定められたもので、当初は、気圧30水銀柱インチ、温度62カシドの大気中において、王道性粉動で測った10ポンドの蒸留水の体積と定義された。1963年には、より厳密に、密度0 0 0 1 2 1 7リットルの空気中で、密度8 1 3 6ットルの粉動で測った、 蒸留水10ポンドが占める体積と再定義された。この定義による1ガロンは約4.5460903リットルとなる。注意、ミリリットルへの換算は外産値ではなく正確な値である。立方インチ、米オンス、米パイントへの換算は有効数字5桁で丸めてある。薬効による体積の単位これらの単位は1824年に 新しい映画論が定められた時から使用された。イギリスでは1971年1月1日に公式に廃止された。アメリカ合衆国では推奨はされていないが処方箋において時々使用される。注意、19.20世紀には、イギリスでは質量と重量には以下の異なる3つの計が使用されていた。トロイポンドは、 1824年法によって質量の主要な単位となった。しかし、イギリスでは1879年1月1日に使用が廃止され、以降はトロイオンスとその重心の分量だけが使用されている。1855年の土量工法では常工が質量の主要単位となった。すべての計において基本となる単位はポンドであり、他の単位はその整数倍。 または、整数分の1と定義される。注意、メートル法の単位への換算は概算値ではなく、正確な値である。1824年法は元気を用いて、ヤードとポンドを定義したが、特定の物理定数の値も定めており、仮に元気が損傷した場合でも標準が再現できるように備えていた。ヤードに関しては、クリニジの井戸の平均水面において、 真空中で1秒を刻む振り子の長さが39.01393インチと定義された。ポンドに関しては気圧30水銀柱インチ、気温62カシードにおける1立方インチの蒸留水の質量が252.458グレーンと定義された。しかし、1834年のイギリス国会議事堂の火災により元気が消損したとき、 これらの定義から元気を再現するのは不可能であると判明した。そこで新しい元気を作成して第二の標準とすることを定めた新しい土壌工法が1855年に成立した。イギリス単位における長さの単位帝国単位はイギリス単位から派生した多くの単位系の一つである。ほとんどの単位が複数の単位系で定められるが若干の補助的な単位が ずっと大きい範囲、または異なる目的のために使われた。これらの単位系の区別は、しばしば正確に示されない。そのような区別の一つが、より古いイギリス単位とより新しい追加された単位の間の区別である。帝国という語は、1824年の土量工法以前に廃止された単位や、使用されなくなっていた単位、また、 イギリス帝国時代以降に発明された単位には本来は使用できない。米国関与単位は歴史的にはイギリスの植民地時代に使われていたイギリス単位に由来する。1824年にはアメリカ合衆国はすでに独立していたので帝国単位導入の影響は受けなかった。メートル法、英帝国単位、米国関与単位の3つのメモリーが書かれた 哺乳瓶イギリスの法律は、現在はメートル法に基づいて各種の帝国単位を定義している。イギリスにおいてメートル法はほとんどの目的のために公式に使用することとなっている。しかし市民の間では広範囲に帝国単位が使用されている。すべてのイギリスの道では大通りでの積載量を除いて主に帝国単位が使用される。 取引や小売りで使われるすべての軽量機器についてメートル法による量で表示することが1995年の軽量単位規則で義務付けられている。これはメートル法順教者と呼ばれる帝国単位でしか取引しないと言って譲らない業者の利益団体に対する判決で確定した。若干の報道によって与えられる印象とは違い、これらの規則はメートル法の単位と 帝国単位を一緒に使うことは妨げない。イギリスのほとんどすべての業者は、帝国単位を表示してほしいという顧客からの要請を受け入れ、両方の単位のメモリを表示するのが、小売業で当たり前になっている。メートル法の単位に帝国単位を伴って表示された価格表示は、帝国単位がメートル法の単位よりも小さく、目立たないように書かれる。欧州軽量単位指令では、 2009年12月31日まで帝国単位による補助表示の使用を許容していたが2009年3月11日に発表された指令の改定で無期限に使用が許容されることとなった。イギリスは1995年にメートル法への法的な移行を部分的に完了した。ただし、いくつかの用途で帝国単位が法的に許容または強制されたままである。 例えば、生ビールとサイダーは、パイント単位で売らなければならない。道路標識の距離の表示は、ヤードとマイルでなければ、ならない。道路標識の長さと幅の規制は、フィートとインチで、なければならない。速度制限は、マイル毎時でなければならない。そのため、イギリスで販売される車両の速度計は、マイル毎時のメモリがついていなければならない。 2005年以降のアイルランドの車両など外国製の車両については、キロメートル毎時掛けの表示でも法的に許容されている。トロイポンドは1878年の土量工法によりイギリスで非合法化されたが、トロイオンスは宝石や金属の重さの軽量に未だに使用されている。古くからある鉄道は帝国単位の大きな利用者である。距離を マイルヤードチェーンフィートインチで速度をマイルマイジで計測する。ただし、最新の地下鉄や路面電車はほとんどメートル法を使用している。ロンドン地下鉄もメートル法のを使用している。メートル法は、英仏海峡トンネルやハイスピード1でも使用されている。両線は、アシフォード国際駅とドーランズムーアカモツターミナルで接続しており、速度はメートル法と、 帝国単位の両方で示される。大部分のイギリスの人々は、未だに日常生活で、帝国単位を使用している。例えば距離は、マイルヤードフィートインチ、体重は、大人は、ストーンとポンド、赤ちゃんは、ポンドとオムス、容石は、牛乳やビールはパイントで、稀に、瓶入り缶入りの清涼飲料やガソリンにも使用される。オーストラリア、カナダ、アイルランド、イギリス、 アメリカ合衆国を含むいくつかの英語圏の国では、馬の対抗は通常ハンドの単位で測られる。どのように計測したかにかかわらず、公式の医療記録の身長と体重はメートル法で記録しなければならない。車両の燃費は、公式の数字は常に 100km あたりのリットルで表示されるが、実際にはガロンあたりのマイルでしばしば議論される。公認の建物では、 ビールとサイダーはパイントと半パイント単位で販売しなければならない。牛乳はスーパーマーケットや商店ではリットル単位とパイント単位の両方の容器で買うことができる。非メートル法のナット、ボルトなどは利用できるが通常専門の供給元だけからしか入手できない。農業、林業、不動産に関連した土地の面積は エーカーや平方フィートで計測されて広告される。ただし、政府が使用する目的の場合には、単位は常にヘクタールや平方メートルである。帝国単位の表示なしに454グラムとだけ書かれた1ポンド入りのゴールデンシロップの管事務所や工業用地は通常平方フィートで広告されるが、カーペットやフローリング製品は平方メートルと、 平方ヤードの平気で販売される。交換のサイズはインチ単位であるが、同感のサイズはミリメートル単位である。ロードバイクのフレームはセンチメートル単位だが、オフロードバイクのフレームはインチ単位である。テレビやモニターの画面のサイズは常に対角線のインチ単位の長さで表される。長さや幅で売られる食物は通常インチ単位で売られる。衣類は常にインチで、 大きさを設定され、メートル法による補助表示はしばしば小さく書かれる。騒音トンズのチョコレートや台風の紅茶など多くの包装済みの食品にはメートル法と帝国単位の両方が表示されている。ただし、帝国単位による大きさで包装してメートル法の単位だけを表示するのも一般的になっている。例えば、ライルのゴールデンシロップの一ポンドの缶には 4 5 4ムとだけ書かれていて、帝国単位は書かれていない。同様に、大部分のジャムの瓶やソーセージのパックには、帝国単位の表示なしに、4 5 4ムとだけ書かれている。インドでの帝国単位からメートル法への転換は、1955年から1962年にかけて段階的に行われた。 土量校のメートル法化は、インドの国会によって、土量校標準法として1956年12月に成立し、1958年10月1日に施行された。重申請の通貨を導入するインド通貨法は、1955年に可決された。100パイ差を1ルピーとする新しい通貨のシステムは、1957年4月に施行された。 施行から5年間は、新旧療法の単位が使用できたが、1962年4月に、古い単位の使用が禁止された。この、メートル法か、古い単位の非合法か、すべての政府出版物と法律の再発行、教育システムのメートル法への変更を同時に行う、メートル法化の手法は、ビッグバンと呼ばれる。今日、公式の計測はすべてメートル法で行われる。 しかし、一般的な用法において、一部のより古いインドの土量校は未だに帝国単位を参照している。山の高さなどは今でもヒートで計測される。その上、インドの名数法によるカロールとラークが重心化された通貨単位と共に使用されていたり、世界中で使われるようにタイヤの直径がインチ単位で計測されたりする。道幅は一般にフィートで測られるが、 公文書ではメートルを使用する。体温は歌詞で測定されることがある。建設や不動産業ではメートル法と帝国単位の両方が使用されており、家の大きさは平方フィートで、土地の面積はエーカーで表示するのが一般的である。バルク面はキャンディやベール単位で売られる。インド英語ではオーストラリア英語、シンガポール英語、イギリス英語と同様に、リツター、メートル、 メトリック、トーネのように、フランス語に由来する伝統的な綴り方を使用する。帝国単位のトンは常にトンと綴られる。香港では現在以下の3種類の単位形が使用されている。1976年、イギリス統治下の香港政府はメートル法への転換を始めた。2012年現在、道路標識など政府が使用する単位はほとんどメートル法の単位である。 しかし、上記の三つの単位形とも、公式に取引のために使用することが許容されており、一般社会では三つの単位形が混用されている。中国の長さの単位でよく用いられるのは里、竹、尺、寸、文であるが、これらの単位は日常生活ではあまり使われず、帝国単位やメートル法の単位の方が好まれる。帝国単位は、 同じような大きさの中国の単位と同じ漢字で書かれる。区別のために、帝国単位には a、a 中国の単位には、花がその前につけられる。また、中国の単位の文字に、口をつけて、帝国単位を一文字で表す文字も作られている。マイル、尺、等などである。ヤードは、音訳から、場と書かれる。平坦な土地の面積の伝統的な単位は、 帝国単位の平方フィートであり、今も不動産の用途で広く使用されている。ただし、農地の面積には、伝統的に中国の単位の畝を使用する。体積の測定には、香港はメートル法を公式に使うが、ガロンも時折使われる。アメリカ・カナダ国境付近で売られている1メートルガロン入りのガソリンの缶。帝国単位とメートル法による缶産地が付記されている。 カナダにおける帝国単位からメートル法への移行は1970年代に行われた。政府内でメートル法に転換する努力は広範囲にわたった。ほぼ全ての政府機関が国際単位だけを使用した。帝国単位は全ての道路標識から除かれた。しかし、パーキングビルの入り口の高さ警告などの施設の標識には未だに両方の単位形が見られる。 1980年代のブライアン・バルルーニー内閣の時代にはメートル崩壊の動きは滞った。メートル化への強い反対があり、妥協として政府は帝国単位の法的定義を維持し、メートル法の単位を同時に示している場合に限り、帝国単位の使用を許容している。燃料や肉など計量して販売される商品についてはメートル法の単位で値段をつけることが法律で、 義務付けられているが、メートル法の単位が表示されているならば帝国単位を復帰することは許容されている。しかし、帝国単位だけで値段が付けられている果物や野菜については、寛大に見逃される傾向がある。カナダ環境省はメートル法の単位系とともに、帝国単位でも気象情報を提供するが、カナダのメディアの気象情報ではメートル法だけが使われる。ただし、 アメリカとの国境近くにあるラジオ局のいくつかは気象情報で帝国単位を使い続けている。普通の会話において帝国単位が今でも使われる。今日、カナダ人は日常生活でメートル法と帝国単位を混ぜて使う。しかし、メートル法と帝国単位の使用の比率は年代により異なる。高齢者はほとんど帝国単位を使うが、若い世代はメートル法をよく使う。 病院で新生児は SI で計測されるが、家族や友人には出生児の体重と身長は帝国単位で告げられる。運転免許では国際単位を使う。家畜の競売市場では牛はハンドレッドウェイトあたりのドルで売買されるが、豚は1 0 0ラムあたりのドルで売買される。帝国単位はレシピ、建設、 住宅リノベーション、庭作りで、まだ支配的である。土地は現在メートル単位で調査を受けて登記されるが、最初の調査では、帝国単位が使われた。例えば、19世紀の終わりから20世紀初頭にかけて、大草原を農場に分割する際には、帝国単位が使用された。これが、カナディアンプレーリーで距離と面積の帝国単位が、未だに広く使用されている理由である。 アパート、分譲マンション、家の大きさは平方メートルよりも平方フィートで表されることの方が多い。カーペットやフローリングタイルは平方フィート単位で売られている。自動車の燃費は 100km あたりのリットルと A ガロンあたりのマイルの両方で表される。アメリカの自動車の燃費は B ガロンあたりのマイルで表されるが、どちらの国もどのガロンが使われているか明記されていないため、 カナダの車はアメリカの車よりも20%燃費が良いという誤った印象を招いている。カナダの鉄道は帝国単位を使い続けている列車の高さ、積載量、速度など、銃と弾薬についても帝国単位が使われ続けている。薬莢の種類は帝国単位で表され、これは比較的最近発明されたものでも同様である。ただし、メートル法で すでに分類されている場合はメートル法のままである。弾薬の製造において弾丸と火薬の重量はメートル法と帝国単位のどちらの薬莢についてもグレーンで表される。航海や航空では海里などの海事用の単位が用いられるが、これは帝国単位でもメートル法の単位でもない。ただし、高度は 帝国単位のフィートで計測するのが世界標準になっている。オーストラリアのメートル砲火はほとんど完了し、帝国単位はごく一部で使用されるだけになった。飛行機の高度やテレビ画面のサイズなど、国際的にヤードポンド法が使用されるものはまだ残っている。ビールやサイダーは液量温スに基づく大きさのグラスやジョッキで販売されるが、値は5ミリリットル単位に丸められている。 ニュージーランドでは1970年代にメートル法化が完了した。しかし、1992年に書かれた大学生による研究論文によって出生時の体重と身長を記録するのにメートル法の単位とともに帝国単位が継続的に使用されていることが明らかになった。航空業界は古い帝国単位を使用している最後の主要な業界の一つである。 高度と空港の海抜はフィートで計測される。それ以外のすべて用途にはメートル法の単位を使用する。アイルランドは欧州連合に加盟してからメートル法に公式に切り替えた。1997年から新設の道路標識の距離をメートル法化し、2005年に速度制限をメートル法化した。限られた用途については帝国単位のままとされている。 伝統的にパイントで売られるパブのビールの販売などである。他のすべての商品はメートル単位で売られることが法律で義務付けられている。ただし、バターやソーセージなどは4 5 4ム単位で売られている。2005年以前に販売された自動車の大部分はマイル毎時を第一の単位とする速度計がついている。ただし、キロメートル毎時による表示も付けられている。 いくつかの帝国単位はカナダ、インド、マレーシア、スリランカ、南アフリカ、香港で限られた用途に残っている。不動産業者は面積を記述するためにエーカーや平方フィートを使い続ける。特に人の身長については会話や民間の出版物でフィートとインチがしばしば使われる。インドではインチ、フィート、ヤード、 カシドがそれらのメートル法の対応する単位とともに、しばしば使われる。面積は未だにエーカーがよく使われるが、政府文書ではヘクタールが使われる。気象情報や天気予報では、摂氏度は使われるが、体温にはカシドが使われる。メートル法が使われるより前、マレーシアで固有名詞のない町や村を表すのに、マレー語の単語、バツを使って、主要な通りからの距離で表した。 それらの名前の多くは国がメートル法を採用した後でも変わっていない。アンギラ・アンティグア・バー・ブーダ・ミャンマー・ケイマン諸島、ドミニカ国、グレナダ・モントセラとセント・クリストファー・ネービス、セント・ヴィンセント・グレナディーンでは石油は今も映画論で販売されている。2009年、アラブ首長国連邦の内閣は2010年1月1日より石油の新しい販売価格をガロンではなく、 リットルで定める布告代を発行した。これは国の法的な計測単位の基礎として国際単位系の使用を義務づけるという2006年の国の計量システムについての UAE 内閣の決議第31号に基づくものである。シエラレオネは2011年5月に燃料をリットルで販売することに変更した。2011年10月、アンティグアバーブーダ政府は 国際単位系を単位の法的な制度として確立する2007年の計量法に基づいてメートル放化プログラムを再始動すると発表した。アンティング・ラバー・ブルダ政府は2015年の第一四半期までに帝国単位から完全転換すると約束した。ありがとうございます。